待たせいたしました。本日最後の公演は京都西陣創造集団アノニムによりますお根性類です。では開演いたします。皆さん、こんにちは。京都西陣創造集団アノニムです。私たちはその名の通り西陣を拠点に活動している劇団です。30代から70代と幅広い年代で楽しくお芝居を作っています。今年は児童青少年部門にやってまいりました。今日見ていただくお話は子どもさんから大人の方まで皆さんに見ていただきたいお話です。面白いけどちょっぴり切ない物語。それでは皆さん、最後までゆっくり楽しんでいってくださいね。ゆっくり
かじゃ。いたこのばば様と来たらおめえ、あれはもうどうにもなりやせんぞ。こないだもよ、どうしてわけてかうちの順位になる娘が上ごと言って熱出して、熱いったきり頭あげんねえもんでよ。こら仕方ねえ、ばば様に拝んでもらうよりほかねえっつってばば様を呼んできたんやよ。ちぇ、わかったで、こりゃおめえんとこの蔵の中に狐が入ったせいじゃ。キツネを捨てにゃいかん。おめえとこの蔵の中すぎっぱりいぶしてやれ。そうて、蔵の中でもうもうとすぎっぱ燃やして煙詰めにしただ。そしたらおめえ、キツネとこのか飛び出したのやな。なんとまあ、いい加減な言葉が言い出すよって、もうこったらグズのままただね、何も頼むさねえぞ。じゃこりゃ、キツネだよ。ババ様、気がつかないかな。いや、気がついてるよ。目の見えない人は勘がいいもの。寝たふりしてるだけなんだよ。はい、あのキツネ何か食べてる。お腹減ってんだな。カエルの残り食べてる。ババ、どうして怒らないんだ。あ、そうだよね。元気な時ならすりくんくん、すりくん持って追いかけてるところだよ。だろ。何考えてんだろう。キツネのやつ食っとる。よしよし、かまうもんかい。好きなだけ食わしてやるで。これまでおらずいぶんキツネにいじめてきたで。この辺でちょくらお返ししてやるで。それに寂しくてなんねえ時だで、ちょうどいい相手が来たっつうもんよ。おい、天井の針の影に魚の干したのがあって、それも食え。
貧乏屋に盗みに逃げたとこにいるとおめもよっぽど腹減らしの狐にちげえね。かわいそうにの。魚食ったら、おい、そこ、土間の隅っこ掘ってみな。芋と人参が生けてやるで。食ったか？したら今度は仏壇に草餅がお供えしてやるで。それも消え。あ、もうどこもいいかな。大丈夫かい？何が？あんだけ食べ物をあげたら、ババ様の食べるものなくなっちまうじゃないか。心配しちゃうよな。でもほら、ババ様全然平気にいた。やい、全部食ったか？おらんちの食い物はこれで全部じゃ。もう用はねえから、さっさと寝るよ。おっけいり、おやすみ。何しとるだ、はよおけり。こーん。いや、馬場様、おめえ様の方に用はなくとも、おらの方には用があるだよ。いや、おめえ人間の口聞くだな。へへへ、気の利いた狐はみんな人間の口を聞くでよ。ほんで、おめえの用ってのは何じゃ？オラの浄瑠璃をな、聞いてもらいてえと思ってよ。なんじゃ？浄瑠璃。冗談だったね。浄瑠璃。なんだよ、浄瑠璃って。そら、教育テレビなんかでよくやるだろ。いいね。でんでんでんって三線鳴らして、いろんなお話に節をつけて。知って、トトさんの名は？あい、阿波の十郎兵衛と申します。ってやろう、あれよ、聞いてね。そんなの僕だって知らないのに、どうして狐にできるのさ。だからさ、変だね。狐の浄瑠璃なんて、おら初めてじゃ。面白い。聞いてやるね、飾ってみな。え、おじゃ。だからおら、どうしてもおめえ様に浄瑠璃聞いてほしかったな。
病気を治す浄瑠璃だと？そんな病気があるのかい？あるにも何にも、おめえ様の病気たった今治ったでねえか。ああ、治ったわな。ひゃー、すると、おらのまじねよりもおめえの浄瑠璃の方がずっと効き目があるつわけか。いや、こりゃたまげさな。なあ、おめえどうしても山さけえらねばなんねえだか。ほら、別にどうしてもけえらねばなんねえっちゅうわけではねえけどよ。ほら、おめえを山さけすの惜しくなったぞ。おらもだよ、ババ様。おらもやっぱり山に帰るのが惜しくなっただ。おら、おめえその浄瑠璃を触りて。おらも、ババ様に浄瑠璃を教えて。ならここにいろ。ならここにいるべ。そうと決まったら名前をつけてやるべ。さあ、ここさこ。帰ってきたと思ったら、おこおこ、ね、俺の話があったんだ。いや、
直してやんねばなんね。おこん、教えてけるや。ババ様、ちっくら難しいけど大丈夫かよ。あ、ちいとくらい難しくたって大丈夫だ。なら、オラの口真似するだよ。わかっただ。あ、ちょっと待ってくれや。お願いします。なら行くぞ。あ、これはまだ、これからが浄瑠璃だ。あ、そうなんだ。でーん、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 でーん。うめうめ、うめうめ。うめうめは別じゃん。あ、そうなんだ。でんでんでんの次はな。なんむーなんむー。にゃむにゃむ。だからニャムニャムだべ。仕方ねえの。次はな。そわかすわかじゃ。すわかふわかじゃ。すわかふわかじゃねえってば。だからすわかふわかだべ。もうそれからな。いやなんだら。ミランダラン電じゃ。ああ、ごったら下手くそじゃ治る病気も治らねえ。もう馬場様、浄瑠璃覚えの諦め。そったらこと言わねえで教えてけんや。ほら、父太の腰痛直してやねばなね。な。起きて起きて。えっへん。えっへん。
気がついたぞ。やった。てん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 。ありゃ。ばば様、浄瑠璃もなるだかや。いやー、これは新式だわ。リラマンダラ。てん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 。ナムナム、ソワカスワカ。リラマンダラ。てん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 。ナムナム、ソワカスワカ。リラマンダラ。あの焼け火がしさそうな痛みよ。どっか行ってもらった。ほら、今日。ああ、お前様、お前様の神秘通りが大したもんだ。まるで生き神様じゃ。ほら、お前もちゃんと拝まんかや。ありがとうや。ありがとうや。なんのなんの、これも人助けじゃ。さか、治ったわ。治った。治ったぞ。この日の土産ときたら、おらがいた子になって初めてっつうくらい豪華なもんでか。うちさけうにもあっちよろよろ、こっちよろよろ、やっとつうあんばいでな。これもおこりのおかげじゃ。いやーもう、おめの神業ではすっかり兜を脱いだぞ。あこれもおこりのおかげじゃ。なんのなんの、これも人助けじゃ。あれおらの真似すんなって。やめろくすぐって、怒んなめろこらなおこ、ほらまじね、やれば外れる、占いやればしくじるの、もういたこやる気すっかりなくしとったな。おめおらじにおいたのは大当たりだったな。おらもうおめをどっかにもやんねんぞ。おらだってババ様、もう腹すかしてな、伝領主の罠にかかりそうになったか知れやしね。ババ様んとこにいや腹いっぺー食わせてもらえるで。おらも絶対どこへも行かねえ。ああ行くな行くな、ずっとおらんちにおれ。おらが毎日腹いっぺー食わしてやっかな。ゴーントータの腰板直したっつう噂はたちまち村中に広まってな。そうなると厳禁なもんだわ。村の衆がおらんちに次々と押しかけてきてよ。いたこババ様、うちの子供が熱出したら頼むけど浄瑠璃になってくださいよ。いたこババ様、うちのじいちゃんが死にそうだね、はよ浄瑠璃聞かせてけりや。浄瑠璃で助けて言ってくれ。しかしおばさま、耳が聞こえなくなったわ。浄瑠璃聞かせてくれ。いかんおばさま、もうあの何でもかんでもいいから、とにかく浄瑠璃だ。いたこババ様、うちの心臓のやつが嘘つき放題、やりたい放題、めちゃめちゃそうだ。なんとかしてけろ。いたこババ様、うちのじいちゃんが死んじまったね、はよ浄瑠璃で生き返らせてけれや。二人とも言うことなかったんだろうな。
いや弱ったもんじゃ。お城のおしめ様が重い病にかかってな、今にも死にそうなありさまで困っておる。国中から医者という医者を呼び集めたのだが、どんな薬を使っても一向によくな。殿、姫の病を治してくれるものがあるなら誰でもよい、連れてまいれと、このわしにお命じになったのじゃが、医者で治らぬ病気を誰が治せるものか。さて、どこへ行ったらだろうかの、弱ったもんじゃ。誰かおらぬか、病を治してくれるものは。ん？浄瑠璃で病気を治すイタコの馬場様がいる。ほほ、これは耳寄りな話じゃ。では早速、その馬場様の家を教えてもらおうかの。うん。え、まっすぐ行って左に曲がって、また左に。これは片付けのござる。では早速参ろうか。まっすぐ行って、左に曲がって、また左か。こちらの方向でよろしいんでしょうかな。え、あっち、もう、医者を教えとって。これは失礼つかわしりました。こっちでございますか。はい、まっすぐ行って、左に曲がって、また左。おお、おどか。ごめん。はいはい、どうなったかの。わしはお城のお殿様からのお使いじゃ。その方、何でも浄瑠璃で病気を治すというがまことか。さようでございます。うん、ならばな、お城のお姫様が重い病にかかって今にも死にそうなありさまで困っておる。そこでその方、わしと城まで同道し、姫様の病を治してもらいたい。病治りし暁には褒美は思う存分取らせるぞ。これ返事は何とじゃ。神父がお待ちよ。聞いた聞いた、いい話でねえか。馬場様、早速お城さん行くべよ。もう、いや、なんだか悪い気騒ぎがするだろ。おらのお名前によると今度はやめといた方が良さそうじゃ。なんでよ、馬場様。うまくいったら褒美いっぺえもらえるによ。なんか失敗したら首切られる気がするしな。失敗なんかするもんか。おら、うまくやるに心配いらねえ。まだか、馬場様。それよりおら、褒美たくさんもらって、早くおめえ様に楽させてやりてえだよ。ほら、日がずいぶんまで。早くせっか。もしもその方、断るというなら、怪しいまじないをしているつとがで切り捨てるぞ。あ、すぐ参りました。よし、片で切り捨てられちゃ合わねえな。ここ、もう行くか。おぶさり。俺は機嫌ねえだ。イタコは地べたの神様
様のお使いじゃ。泥や汗の染みついた着物でなきゃ神通力は宿るにだ。ひげるぐらいならほら蹴らせてもらうだ。なに蹴る蹴らせてもらうだ。財布だ。あ、ちょっとお待ちなされ。それでは仕方がない。その汚いなりのままで許すことにします。さあ、来なされ。やれやれ、危ないとこじゃった。危ないとこじゃった。なにか。あ、いやいや、なによ。そればかりでねえや、奥の前通されたらよ、お姫様が死んだみてえに眠ってる周りに殿様やら医者やら講師の音やらがずろーっと並んで座ってるでねえか。こりゃうっかりすると背中のおこも見破れちまうだぞ。用心用心。姫よ、おう、私の可愛い姫よ、お前の重い病を治してくれさあことを期待する。薄汚い馬場様が来たらどうもどうも。こんなものに頼らなければならんとはな。あげせんのものにもあるという、あわらをもつかむ心境じゃ。直してくれればどでかい褒美を取らす。だが治らぬ暁に。こんな薄汚いババめに、ね、お姫様の寿命が治せるわけがあろうか。お殿様、早速あちらのババアメに浄瑠璃を語らせましょう。ああ、そうじゃそうじゃ、早く語れ。おらの浄瑠璃はな、病人だけに聞かせねえと効き目がねえつ不思議な浄瑠璃でな。だってみんなさ、隣の部屋でさ、一人で来るや。聞き目がなくては困るな。でも、さ、隣の部屋にさ、行こうか。かしこまりました。殿、恐れながら、この私という医者がありながら、このような汚い、いたこばば様なの。お前がおっても治らぬから呼んだのじゃ。さあ、早くおいで。南無南無、そうはかす
だわい。してみるとあの胸騒ぎはあの気のせいじゃないわ。ああ、オーラの占いがまた外れたつわけか。ああ、けけけ。お城のお侍に頼まれてよ、村へ帰るつ板子の馬場様の荷物を馬に乗せただがよ、その荷物ってのがお前どう見たって宝物、千両箱が二つ、ずっしりと重い宝の筒だ。あったらお宝があったらとうまかたなんかしねえでのうのう暮らせるのによ。そうよ、ありがてえ。あのババさん目が全然見えねえだな。よあのババ様を殺してお宝をみんなオラのもんにしちまうだ。ババ様には気の毒だが、たった一度の過ち、神様も目をつぶってくれるだろうよ。今にも死にそうに体を震わしとった。おこ、大丈夫か？ババ様、おめえ様こそ、怪我はなかったか？おら、別になんと。おめえ、おらの身代わりになっただな。さすがに、ババ様の占いはよく当たるわ。占いなんて当たらんでいいわい。外れろ。馬場様は
見えない目からボタボタ涙をこぼしながら、おこんの体を譲った。ただとも、ババサ様の腕の中で、おこんはどんどん冷たくなっていくでねえか。助けるな、殺しちゃなんねえ。おこんのおかげで殿様からもらった宝物もすっかり盗まれてしまったが、馬場様はおこんの愛とおこんの浄瑠璃を胸に抱いて死ぬまで幸せに暮らしたとか。ほら、耳を澄ましてごらん。今でも小狐たちに浄瑠璃を教えている馬場様の声が聞こえる。でんでんでん、さあしい話、愉快な話をめいめい勝手にするものだから山なりの音になる。心優しくて勇気ある人にはその音が、斧が耳に入って聞こえるはずだ。それは深い悲しみと優しいぬくもりがこもっていて美しかった。お根性振りおしまい。入れてください。
これから短い時間の間ではございますが、幕あいトークのお時間を頂戴いたします。今ご覧いただいた舞台の出演の皆様に今一度ご出場いただき、皆様との間に感想や質問をインタビュー形式で行います。それではアノニムの皆さん、ご準備大丈夫でしょうか。はい、では皆様拍手でお迎えください。ありがとうございます。それではもうお顔皆さん分かっているとは思いますが、今回の公演での役柄、お名前お願いいたします。悪党です。悪党です。はい、それではおこんです。おんちゃんですか。名抜けなりたこばばです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、たった今上演が終わったばかりですが、上演に際しての感想を一言お願いいたします。では、はい、悪党さん。はい、いろいろ帽子なくなったりして大変でしたが、はい、なんとか終わってよかったです。多分こちらの方がもっと大変だったので、こちらにたくさん喋ってもらいたいと思います。どうぞ。すいません、なぜしろ人形を使うのがというか、おこんになるのが初めてだったもので、めちゃくちゃ大変でした。どうですかね、人形おこんちゃんと言いますか。ありがとうございます。パパ様も何か一言。ずっと新人の私なんですが、もうみんなにいっぱいアドバイスをいただいて、今日のこの場があります。もう本当に団員も皆さんに感謝です。そしてお客様、ありがとうございます。おじちゃんが人形を始めてなので大変でしたというお声を聞かれましたが、あとこのような公演されるにあたりまして、どのようなご苦労他にございましたでしょうか。ババ様ですか。ババ様と、はい、母練習を始めまして、特に今年になってから入ってから体はもうすっごく疲れるのに、夜帰って全然寝れないんですよね。もう本当に1時になっても2時になっても、こう練習で帰った後はもうとても睡眠不足でした。もうそれが今回とても大変でした。ありがとうございます。終わりましたのでゆっくり眠ってください。ではこの作品を通じて本日ご来場の皆様に伝えたかったことなどございますか。何かおこんちゃんのこと言って、はい、そうですね、今までこういたこばば様にいじめられてたおこんがばば様と一緒にこう楽しく暮らして、最終的にばば様を守って、死んでいっちゃったんですけども、でもそのなんて言うんでしょう、こう動物でも何でも心が通うとね、いろいろと楽しくみんなでこう楽しく暮らせるかなっていう、そういうのをすごくやってて感じました。はい、ありがとうございます。それではエコアクは観客の皆様からのご質問ご感想の時間です。さあ、何かご質問ご感想ございましたら元気よくお手をお上げください。しばらく上げていてくださいね。はい、あちらで手が上がってます。工夫したところはありますか。工夫したところ、たくさんの工夫がありましたね。そうですね、工夫したところですか。工夫したところはね、やっぱりこう狐さんの動きを結構研究はしたんですけど、なかなか見えたよ。見えました。ありがとうございます。そこが頑張ってやりました。はい、ありがとうございます。だそうです。わかりましたか。
ぱりあの人形さんが大変だったみたいですね。あと感想とかご質問とか、あ、こちらです、こちらです。はい、今ちゃん頑張って足に気をつけてくださいね。はい、その劇はそのまあ一昔ぐらいのまあ設定で、だからその分言葉遣いとかもまあちょっと古くしないといけなかったと思う、まあ、そこは多分大変だったと思うんですけど、まあ、それをまあどうやってまあ練習したというか、まあ、例えばそう普段から会話したりして鳴らしたとか、そういった感じのことを教えていただけるとありがたいです。あ、最初はなんかすごい難しい言葉で聞こえましたね。どうですか。どうでしょうかね。あのこんなもんかなと思いながら、あの練習しながらやってます。特別そのダベとか言ってたわけではないので、はい、あのこんな感じかなと思います。はい、すいません、お答えになってないかもしれないですけど、感覚ってすごく大切だと思うんで。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ他に感想でも結構です、何かございませんでしょうか。はい、それではね、なんかあのちょっとおぽんちゃん死んじゃったんでね、最後ちょっと悲しくてすぐに感想出てこなかったりもするかもしれません、このあと今日ここ最後ですが、まだお絵描きお手紙のコーナーございます、前の方おぽんちゃんを見つめているお子さんたくさんいらっしゃいますので、おぽんちゃんアノニムさんに、お手紙たくさん書いてください。それでは最後に本日ご来場の皆様にもう一言何かございましたらよろしくお願いいたします。あの、いろいろ書いていただけると大変ありがたいです。皆さんがいろんなことを感じていただいて、それで多分あのこの物語は、全部終わるのかなっていうふうに思ってますので、あのご本に対するメッセージでもいいですので、何か書いて、書いていただけると大変ありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんのアンケートお手紙お待ちしております。ではアノニムの皆さんに今一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではお願いいたします。よかったね、もう一回動いてて安心した。はい、